モネの池は、岐阜県関市板たどりの根堂神社山道脇にある貯水池。高賀山の伏流水を利用して1980年頃に、灌漑用に整備された。モネの池は通称であり、正式な池の名称ではない。地元では、根堂神社の池もしくは単に池と呼んでいる。1999年、池は雑草が生い茂っていたが、近くで花苗の生産販売をする。 フラワーパークイタドリの経営者、小林タスクとミローが助走を行い、水霊や候補にを植えた。また、池で泳ぐコインは、地元住民が自宅で買えなくなって持ち込んだものであり、観光目的で作られた池ではなく、偶然が積み重なって、クロードモネの後期の水蓮連作群と似た池となった。池の大きさは、テニスコートよりも少し大きい程度である。また、常に、湧き水が流れ込み、 有水地となっている。このため、年間水温がおよそ摂氏14度で一定となっており、冬に咲いた花は枯れにくく、甲骨が冬に咲くと、黄色オレンジ色赤色と色が変化する。また、日差しの傾き、池の水量によって、池の水の色も変化する。池の透明度が高い理由は、甲賀山の山体が流紋岩類で構成されており、そこからの湧き水には、 養分が含まれず、微生物が育たないことが原因である。2015年6月頃、ブログやツイッターやインスタグラムなどの SNS でこの池が話題に上り始め、同年秋頃に新聞、情報番組で取り上げられたことで情報が一気に拡散、観光客が激増する要因になった。このため、岐阜県及び、関市では公式ホームページにて、名もなき池。 モネの池として観光案内を掲載している。2015年11月の報道によれば、休日には3000人ほどが訪れる観光地である。また、2016年には、東海地方の観光地を紹介する情報誌にも掲載されるとともに、新聞、テレビニュースでも取り上げられた。また2016年5月には、板取地区の愛好家で作る板取・ドリ、西木神公会が、 稚魚から育てた西木鯉を提供した。この年の5月のゴールデンウィーク中には1日平均約3000人の観光客が訪れ、国道256号線が 15km にわたり渋滞し、警察が出動して交通整理を行った。その後も観光客が増加するとともに NHK 全国放送等多くのマスコミにも取り上げられている。モネの池はあくまでも通称である。 2012年写真雑誌、風景写真2012年7から8月号に、栄江ばと太郎が投稿し、最優秀作品賞及び2012年度フォートコンテストグランプリ受賞を受賞したのをきっかけに、テレビ放映やインターネットの会員制交流サイトを通じて有名になり、モネの池と呼ばれるようになった。インターネット上には、モネの池に関する写真が大量に投稿されている。 観光地ではないため駐車場が少なく、休日には満車状態になることが多い。また、大型バスを収容するスペースが限られている。当初は交通整理に地元警察の手助けを得ていた。観光客の増加で池の周りの砂利道が固められたことにより、2015年11月8日の大雨で砂利と砂利との間から土が池に流れ込み、池の水を濁らせた。 これを受け同月9日、地元の有志が集まり池の水の入れ替えの作業を行い池の水の透明度は以前に近いくらいまで回復した。この水質汚濁を受け自治会はこれ以上度が池に流れ込まないようにするため、砂利を増やすなどの対策を行った。これを受け、関市では地域の宝磨き上げ事業の一環として平成28年度に事業費を新規で計上した。 また、観光客が恋に餌を与えることで、水が濁ってしまう事態も発生しており、縦間板で餌やり禁止を観光客に注意喚起している。モネの池の撮影会のためのバスツアーもいくつか企画、開催されており、撮影会のツアー客が訪れている。2016年5月に、板鳥地区の愛好家で作る板鳥、西木五井新公会が、 稚魚から育てた錦鯉を提供した中に頭にハートマークがついている鯉がいたことから見たら鯉が成就するとネットで噂といった新しい話題も生まれている。赤市議会の一般質問の中で赤市当局がモーネの池の効果で観光客数が2014年が266万人だったのに対して2015年には286万人 2016年には339万人となり、モネ効果で73万人の観光客数の増加につながったと説明している。また、春になり、観光雑誌等で、モネの池が引き続き取り扱われている。新聞記事には、姫高骨、姫水蓮との記述があるが小林によると、コーホネス骨、水蓮とのことである。ありがとうございます。